NRI ボイス、こんにちは、サッシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのはアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントプリンシパルの佐野圭介さんです。よろしくお願いします。お願いします。佐野さんは2008年に NRI に入社されまして、現在は上級コンサルタントプリンシパルとして農林水産省をはじめとする公共案件や民間企業における食や農業の新しい取り組みを中心に支援活動をされています。このシリーズでは変革が求められる食と農業、これをテーマにですねお話を伺っているわけですけれども、今回はどういったお話でしょうか。はい、今回はグローバル化に直面する食と農業業界です。はい、前回のラストで、食品、食産業全体としてこの海外展開、これが必要になってくるというお話でしたけれども、日本の食のグローバル化といったらいいんですかね。どうなんでしょう、その例えば海外で日本食がブームだっていうのはずいぶん前に言われました。で、日本のいろんなチェーンが海外に進出したっていう話も聞くんですけれども、まだまだ余地があるんですか。おっしゃる通りでですね、ちょうど2021年、はい、輸出額1兆円になったんですけれども、食ってサプライチェーンが重要ですんで、はい、現地でいかに食が人気になってもお届けするまでには一定程度時間がかかるんですね、はい、なのでこの数年輸出額が非常に伸びました、はい、一方でまだまだ伸びしろたくさんあるかなと思ってまして、はい、違う展開っていうのが今後やっていかなきゃいけないっていうのが現状です。お、違う展開というのは例えばどういうことでしょう。今までで言うと有名どころで言うとキッコーマンさんが醤油を売り込むために、はい、日本だと醤油単体ですけど、アメリカで照り焼きっていうものを作ったんですね、はい、あ、そういうことなんですか、照り焼きブームって。砂糖を入れて甘いものにして、はい、アメリカの方でも食せるようにしてあげたと、はい、のが商品の工夫一つですよね、はい、あとヤクルトさんなんかも、はい、日本独特な商品ですけど売るにはだいぶ苦労されて、日本とも最近スーパーでしか買わないですけど、一昔前はヤクルトレディさんがご自宅にお届けしてましたよね、はい、あとオフィスに来たりとかもね、はいはい、そのモデルを持っていったんで現地で売れたと。へえ、世界のヤクルトレディがいたんですか。そうです、世界中に今もいらっしゃいます。あ、そうですか。あとビールメーカーさんが現地で買収するみたいな、うん、どちらかというと日本を海外に移植するぐらいの話が過去だったんですよね。でこれからは日本から届ける、はい、もしくは日本風のものを現地で作るっていうのができる時代になってくるかなと思います。というと日本の産業ではまだまだ海外に展開するべきものっていっぱい残ってるってことですか。はい、そもそも今まで寿司だとか、はい、焼肉とか、はい、そういうキーワードぐらいで海外に、それが照り焼きだったりもするわけですけど、はい、それがですねもう少し枠が広がってきたかなと思います。例えばですね、直近で言うとその1兆円をどうやって増えてきたかって話で言うと、和牛っていう言葉で流行りましたよね。和牛は世界からもね、コロナ前なんかよく日本に食べに来てる方もいっぱいいましたもんね。だからそれが今まではすき焼きっていうメニューだったのが和牛に変わってお肉が気になりだしましたと。なるほど、はい、他にも最近伸びてるもので言うとシャインマスカットなんかも、もともとは日本独自の品種で、はい、日本で流行ってたものが、はい、単体として海外でも売れるようになってきたと。ブドウがね、はい、っていうところでこう日本のものっていうぐらいの枠組みで海外に出やすくなったと。はあ、そうするとこれはもっともっと広げていくとなんかこう数値目標みたいなところに至るんですか。それはなかなかハードルが高くて時間もかかります。そもそもグローバル化してる食品っていうのを見ると、欧米食だとか中華なんかが先だと思うんですけれど、例えば日本でも欧米食広がってくれた文明開化があって、はい、で戦後給食があって、はい、でようやくこれで日本人が普通に洋食を食べるようになってきた、はい、もう100年ぐらいの歴史ですよね、はい、で今それを日本が辿っているわけで、最初すき焼きとかいうのが入ってますけど、はい、でこれからはじゃあお米がどうだとか、お肉がどうだっていう、品目まで落とし込んでいくっていうので、はい、目標額って5兆円って言われてるんですが、です今1兆円5倍なので、農林水産省さんだと10年ぐらいの経営なんですけれど、少なくともそのぐらいはかかる長い歩みかなと思います。
なんか5兆円って聞いてなんかピンとこないんですけど、そのどうなんですか、それってこう達成可能な目標なのか、はい、そもそもその食品業界全体のその規模から言って大きいものなのか小さいものなのかっていうのがパッと見えないんですけど、あの2つ側面あの言い方がありまして、あの1つはあの5兆円とか輸出してる他の国ってどのぐらいなんだろうっていうと、あのフランスだとか、アメリカもっと多いんですけど、そのぐらいの輸出大国レベルの数字なんですね、あ、日本がフランスやアメリカになるぐらいの量、そう、うん、なので島国で、はい、もうアメリカみたいに大きな国土がない中で、うん、それをやろうと思うとめちゃくちゃハードルが高いっていうのがまずゴール感としてありますよね、はい、あともう一個が国内の現状から見た時なんですけれど、農業の産出額ってちょっとあの品目どこまでいるかによるんですけど、まあ、6兆だとか、まあ、9兆みたいな感じで言われてるんですよ ね、 そうなんですね、農業で、はい、5兆輸出って全部か半分か国内で1兆円しか残らなくなっちゃうってことにもなるわけですよね。そうなんです、まあ、もちろんあの加工食品とか農業だけ の、 もの食べ物じゃないんですけれど、海外持ってかなきゃいけないってなると、あのじゃあ日本人何食べんのっていう話になるので、それもあのハードルの高さが分かりやすい表現かなと思います。あ、まあ、でもそうするとその輸出するものも含めてさっきお話しされていた海外に拠点を作って日本的なものを、まあ、例えば和牛も例えば海外で育てて売るとか含めて、そこもやらないと5兆にはならないと思うんですかね。ならないと思います、うん、あのただよく言われてるのが海外に流出しちゃって逆にあの日本に和牛が海外産和牛が入ってきちゃうんじゃないかっていう、はい、まあ、議論もあってですね、うん、あのなかなかゆっくり意思決定していかないと、うん、まあ、一食単にもうバッて持っていっちゃうと逆にデメリットというか、はい、日本が損をするっていう可能性もあるので、うん、あのそこも考えながらやらなきゃいけない。なるほど。あとその海外に日本人もたくさん駐在されてたりとか住んでたりするじゃないですか。で僕もずっとドイツ生まれ育ったんでデュッセルドルフって大きな日本人街があったんですけど、そうするとそこを中心にこう日本文化とか日本の食が広がっていくっていうのもあると思うんですけど、そういうこうロンドン、ドイツ、アメリカみたいなところ、こうあとタイとかハブになったりするんですかね。あのよく言われてるのはやっぱニューヨーク、シンガポール、あとまあパリかロンドンは日本人がまあ一定程度いるっていうのもそうですし、やっぱ世界の注目を浴びている都市なんで、そこでちゃんと日本のシェフがあのじゃあ三つ星取ってるみたいなのはあの情報発信として使ってますと。で一方であの日本人がいるから基地になるかっていうと、やっぱり日本人少ないんですよね。あの中華華僑の方がいる人数に比べたら圧倒的に少なくて、世界中にあの中華街はありますけど、日本街って あの、まあるんですがすごいマニアックな場所にあるんですよね。ロサンゼルスとかにちょっとあるとか、はい、うん、なのでこう日本人がいるからを起点にマーケット開拓がしにくいのが日本の、まあ、難しいところで、欧米の過去から日本にこう広がってきた、例えば日本で養殖が広がったのって神戸に駐屯されてる、はい、まあ、軍人の方がいたりとか、はい、日本が一時期あの、まあ、占領というかあの戦後 の、 あの復興のタイミングで給食を伸ばすために、はい、じゃあパンと牛乳を使おうと、はい、それはアメリカから持ってこようというような、はい、こうかなり強力なものがないと一気には広がらないですよね、うん、でさっき言ったように日本は日本人がすごいいるわけでもないので、うん、時間かかるっていうのが現状ですね、うん、そうすると日本の食産業を海外展開するにあたって佐野さんはどういう方向性を取るべきだと思いますか。基本的にまだまだあの伸びしろはありますと、はい、でなのでどん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 あの海外に出ていきましょうっていうのが、まあ、一番のメッセージなんですよね、ただ出る時の注意点というのが、まあ、いっぱいありましてと、であの一番はですね、日本の、まあ、流通構造になってくるんですね、はい、あの日本の場合は生産者がいてメーカーがいて卸がいて小売がいてというふうにあのいろんなプレイヤーが助け合って日本人の口に食が届いてると、はい、で海外だとその段階がいくつか抜けてたりするんですよ。途上国でいうとメーカーさんが自分で物流網を作ってスーパーなり消費者さんにお届けすると、先進国の場合は大手小売さんがいてそこに持ってきなさいっていう発想でメーカーさんが自分で運ぶと、でそれを日本の会社がやろうと思うとどうやって運んだらいいんだっけ、日本だと作ってればよかったのにと、うん、に直面しますんで、一番の流通構造の違いっていうのを意識していただけるといいなと思ってます、はい、なるほど。これ海外って、まあ、あの10波人からげに言いましたけど、やっぱ国によっても違いますよね。だってそうですね、なんとか先進国なのか途上国なのかとか地域とかによって違うと思うんですけど、どうですか。そう、先ほどあの流通構造 の、 あの違いを言いましたけれど、あのマーケットで言うと
先進国から言うと、うん、もちろんあの所得も高いですし、はい、あの情報もいろいろ仕入れられてるんで、はい、あの日本食って知ってます、うん、食べれます状況なんですよね、はい、で多分そこでもうその状況を生かすにはいかにあの接点増やすか、うん、要は飲食店を置くかってところだと思うんです、はい、であのそれをまあやってる方々例えばラーメンの一風堂さんなんか、はい、あのもう世界展開されていて、でただあの苦労するところがあってですね結構欧米系、まあ、トジコもそうなんですけど結構店舗展開に規制があるんです、はい、例えばフランスでいうと、パン屋さんがあの閉店するんで、はい、他のビジネスやろうかなみたいな感じで入ると、はい、そこってもともとパンライセンスがあるお店なんですと、はい、パンを作らなきゃいけませんと、ラーメン売ってもいいけどパンも作りなさいってことですか。そう、はい、なのでパンは作ったことないんだけどなみたいな世界に入ってくる、うん、でまあ、それ一例なんですけど、まあ、いずれにせよ店舗を開拓していくってその国を知らない、うん、その通りを知らない、来てるお客さんを知らない中で結構博打的な店舗展開になりがちなんですよね、はい、日本でもかなり流動調査をして何とかしてって店舗作るんで、うん、当たり外れがある、はい、小売店もしくは外食店展開っていうのをちょっと慣れていくっていう必要があるかなっていうのが先進国、はい、途上国についてはもうお金持ちの方、富裕層の方は買っていただいていて、うん、いかに大衆の方々に買っていただくっていうのが論点なんですけれど、はい、まあ、そこで戻ってくるとサプライチェーンもそうですし、あともうちょっとプロモーションしないといけないっていうのが、うん、途上国ですね。ただまあやる方向は大体見えてるというか、活動量を増やすっていうのがまあ重要かなと思います。そうなんだ。なるほど。だからその途上国の一般の層まで行くと、日本食に対するブランディングというかブランド力がそんなにないんですか。それとも日本すごいみたいな、欲しいみたいな感じのはあった上でなんですか。日本すごいはあります。やっぱトヨタさんだとか家電さんの方々がやっぱ日本イズナンバーワンというか、うん、ブランド品質はしっかりしてると、でそのイメージはついてますと。でそれが食までついてきてるかっていうと、うん、食って結構差が見えにくいんですよね、はいはい、ブドウが並んでてもどっちが日本のブドウかなんてなかなか分からない。で食べていただいて、はい、それも比較をしてようやく美味しいにたどり着くので、まず口に運んでもらわなきゃいけない、うん、でそれをちゃんと覚えてもらうっていうのは先ほど言った、まあ、プロモーション、まあ、お試しというか、うん、その活動していかないと食まで実体化を持ってすごいとこまでたどり着けてないってとこかと思います。そこにまた味覚の違いとか文化の違いとかみたいなのが各地域によっても変わってくるから、決まった方程式がないってことですよね。そうですね。あと流行りもあります。やっぱ国々で日本でも急速に流行って店舗展開された方がいて、一方でそれの裏返しで急速に縮まるっていうような流行りのケースあると思うんですけど、はい、まあ、海外もこれ売れたからっていうのが流行りかもしれないし、大きな流れなのかもしれないし、だそこも見誤ると思った通りの海外展開にはならないっていうのがあります、まあ、でもチャレンジしていく他はないんですよね結局ね、はい、最終的には思います。でそこを受け入れてもらえるポテンシャルとか能力っていうのは日本にはあるけど、まあ、まだ課題も多いと。はい、トライアンドエラーなので結構胆力が必要なんですよね。なるほど。人も金も、うん、でそこを耐えられる方があまりまだいない。なので、まあ、国内の改革なりもみんなでやんなきゃいけないし、うん、海外もみんなで出なきゃいけないっていうのが、まあ、根本的には海外展開には課題としてあります、ね、そうすると政府のサポートがないとかなり厳しいですね。そうですね。かなり多くの方が出ていこうと思うと厳しいと思います。分かりやすいところで言うと、海外調査を個人個人でやってたらキリないんですよね。はい、そうですね。はい、そういう共通で産業に役立つところっていうのは、うん、やっぱり国がリードするってところになるかなと。そうすればね、この国のここの感じはうちの商品が合いそうだっていうちょっと一個のガイドになりますもんね。そうですね、おっしゃる通りです。やっぱりオールジャパンなんですね。はい、はい、さあ、今回はグローバル化に直面する食農業界について伺いましたが、次回は4回目の最終回ということになりますが、日本の食産業の競争力強化に向けて求められることをテーマに、国内のトレンド変化や海外展開の可能性なども改めて踏まえつつですね、日本の食システムがどのようになっていくべきかについてお話を伺っていきます。佐野さん、次回最終回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
NRI Voice。 この番組は Apple や Google などのポッドキャストのほか、 NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI Voice で検索してチェックしてください。最終回も引き続きアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントプリンシパルの佐野圭介さんにお話を伺います。ナビゲーターはサシャでした。